Hey guys! Happy New Year! 2019年明けましておめでとうございます。で、いきなり質問なんですけれども、正月太りになっていないでしょうか？いや、実はね、多分このビデオを見ている人たちの、まあ、ひょっとしたら3割ぐらいの方たちはちょっと正月太りになっちゃったかもなって思ってる人がいらっしゃると思うんですね。なのでちょっとロジックをベースにして、正月太りについてどうやって対応していくのかっていうついてお話しできればと思います。 Alright、 でね、本当にね、正月太りを治すのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。なのでこのビデオを最後まで見ていただければ、あ、こんなに簡単に治せるのって思うと思うんだよね。まあ、なのでちょっとスタートしていきたいと思います。Alright、 最初、Why? ね、なぜ正月太りが起こるのかっていうことを理解すると、あ、すぐ治るじゃんっていうことに気がつくと思うんですね。まあ、どういうことかというと、正月太りって何なの？よく考えると、ねえ、正月だからさ、なんか実家に戻ったり、ね、大切な家族とちょっといっぱいお食事を食べて、ね、普段飲まないビールもちょっと飲んだり、お酒飲んだりね、美味しいお餅、普段こんなにお菓子いっぱい食べないんだけどいっぱい食べたり、まあね、冬休みだからちょっと休んでいっかですね、2018年のストレスもね、解散できてリラックスしてちょっと普通よりいっぱい食べちゃうとか、ね、普通だったらジム行くとか運動するんだけど、まあ週末の休みだからちょっと楽しちゃおっかっていう感じで全然 OK なことなんですよ。休みを取っててるだけで、この時何が現実的に起こったかっていうと、この冬休みの間、2つの習慣が大きく変わったっていうことだと思うんですね。で、一つは食べるもの、ね、食べるものの習慣の、まあ、量と何を食べてるのかっていうのが普通の日と変わったと思うんですよ、この1週間2週間で。もう一つはこの2週間の間、自分の体がどのぐらい動いてるかっていう、そのどのぐらい自分の体のカロリーを使ってるかっていう量が変わった。この2つがメインに大きく変わったと私は思うんですね。で、これをちょっとロジカル的に考えていきますと、カンフォートゾーンに話になってくるんですよ。ちょっとこれ出すね。Alright。ちょっと見えるかな。で、これちょっと僕の普通の、まあ、体重なんだけど、僕は74キロ、これがグッドで、バッドな時は82キロなんだよね。で、正直言ってこの10キロぐらい、まあね、8キロぐらい僕の体重は結構変化してるんですよ。だから74って言って、あ、結構いってんじゃん、もうビール飲んでいいやとか言ってビール飲んでラーメン食べたりしてると、気づいたらもうね、1ヶ月後に82キロになってて、やべえやべえ、ちょっと運動しないとみたいな感じで、ちょっと調子に乗ってケトジェニックダイエットとかやってると70キロになったり68キロになって、いやもう何もしなくていいやってまた落ちたりするんですよね。で、何をやっているのか、この時っていうのは、僕は食事を習慣的に、まあ、選んで食べているわけなんですよ。だからこの1週間とか1ヶ月の間、ほぼ同じものをいっぱい食べてるっていう習慣になってるんだよね。で、この正月太りは実際に何が起こったかっていうと、たまたまこういうふうに言って正月の期間が入ったので、自分の習慣が変わってパッて体重が落ちて、今正月太りはここにいるだけなんですよ。で、原因が普段食べてないものをいっぱい食べたね、例えば実家に行っている人たちよくあると思うんだけど、普段あんまり食事を作ってない家庭とか、食事をあんまり作ってない、まあ、独身の方とか、みんなは実家に行くとお母さんおばあちゃんがめっちゃ料理作ってくれるんだよね。だから普段作ってない料理がいっぱい出てきて、それ食べてって言って、あーって言って食べてるわけなんですよ。だからそれで食事の量で、食事の内容、炭水化物とか普段より取ってないものが取ったっていうことで体重が増えてきたっていうのが、7日ぐらいに体に変化で出てきてるっていうわけなんだよね。で、もう一つは、普段仕事をしている人たちって結構、まあ僕東京なんだけど、東京で働いている人たちって相当歩いたりしてるんだよね。地下鉄乗ってるって言っても、地下鉄の、まあ、エスカレーターある、まあ、エスカレーター歩かないけど、階段登ったり、ずっと立ってて満員電車で、ね、30分立ってたり、一応カロリーは普通1000から2000カロリーは燃やしてると思うんだよ。この
通勤の移動で、でもその通勤の移動がなくなったっていうことでプラス1日に1000から2000ぐらいのカロリーがこの2週間、まあ1週間半のぐらいだ追加してたわけなんですよ。プラス食事の変化が来て、まあ実際に何が起こったかっていうと、ただ単にこの自分のカンフォートゾーン、このまあこれ体重なんだけど、自分の行動と食べるものが普段の習慣より変わってたっていうことだけなので、実は申し訳ないんだけど正月太りって普通の習慣に戻ると 90% の人は戻っちゃうんですよ。はい、hey、 ちょっとねこれ Google トレンドを使ってるんだけど面白いデータがあるんだよ。で Google トレンド入ってここダイエットっていうのがあるんだけどね、ダイエットって入れてこの24日から、ね、30日でと1月13日までね、ダイエットが一番年間で急に検索されてるっていうことなんだよね。で面白いことにちょっとねジムっていうのも調べてみたので、ジムも実はこの1月7日から1月13日までが一番検索されてたんだよね、この2018人で。でちょっと面白く考えて、いや普通の人って3ヶ月で大会すると思うんだよね。なので大会っていう言葉も調べてみたの。そしたらさ、ちょうど見事にここがね12月ってギューって大会が一番伸びてるのがここのね3月25日から3月に31日までなんだよね。ちょうど3ヶ月が終わったところでみんな大会を調べてるって、ネットで年間で一番サーチされてるのがこの3月の最終のあの月なんだよね、週なんだよね。面白いよな。はい、なので本当に、ね、これだけかよみたいな感じなんだけど、マジこれだけなんです。 90% の人は普通の習慣、普通の料理の習慣と、まあ、移動の習慣に戻るだけで正月太りっていうのは何にもしないで変わります。本当に3週間経ってたら戻ってるっていう状態になるんだよね。すごいダイエットのビデオだね。はい、このダイエットの方法はあなたは何にもしないでいいです。Alright、じゃあね、せっかく今このプレッシャーを感じてるんで、この本当にカンフォートゾーンが下に行っちゃってる時はもう変化のチャンスなので、習慣を変えられる時期なんだよね。なのでちょっとこのダイエットの習慣についてちょっと話していきましょう。 Alright、 まずねこうやってものすごくいい変化でリバウンドしたいんだったら、なぜ体が太るのかっていうのを理解していただきたいんだよね。まあ、本当にね、あのベースの話なんだけど、体はなんで太ると思う？僕がこの前、まあ、本当にいろいろオーガストさんと話したりとかいろんな研究をしているときに、やっぱり体が太る原因っていうのは、まあ、運動をしないっていうのも一つあるんだけど、最も大きいのが炭水化物の摂りすぎっていうことなんだよね。炭水化物って、まあ、インシュリンとかかかってきて、まあ、砂糖の糖質のエネルギーになるんだけど、このエネルギーがいっぱい入ってきて、このエネルギーを普段の運動、普段のボディでカロリー、まあ、エネルギーを燃やすことができないと脂肪に変わってくるんだよね。もしかなんか本当に食べ物がなくなっちゃった時にやばいから、このエネルギーを脂肪に変えてもっとこうっていうような、まあ簡単に説明するとそういう感じらしいんですよ。でもう一つ大切なことは、これ本当に多分大きな革命みたいな考えなんだけど、実はいい油、いいオリーブオイルとかいい脂肪、ね、ココナッツの脂肪とか、ね、オイルとか、あといいお肉とか食べてても実は体は太らないんだよね。これはなぜかというと、この脂肪と筋、あの肉っていうのは実は別のエネルギーで、なかなか砂糖とかインシュリンが引っかかってこないので、そのまま燃やせるっていうエネルギーのベースになっているっていう今考えが結構広まってきているんですよ。で本当にこれについて面白いなと思ったら、去年やったオーガストさんと一緒に、オーガストさんと言ったビデオ、ちょっとリンクどっかに出しますので、ちょっと長い1時間ぐらいのビデオなんだけど、これもしあの暇な時ぜひ見てください。この基本が、あこうやって体って変化が起こるんだっていうのを理解できると思います。へーへー、ごめんね、ちょっとね下のコンビニで体に悪い100のことっていうのが PHP の体スマイル2019年1月分に出たやつなんだけど、なんとこの中にですね、コレステロールは高くても心配しなくていいよっていうのが入ってるんですよね。なのでなんかね、ちょっとね自分が言ってたことになんか本でコンビニに書いてあったので嬉しかったのでシェアさせていただきました。 Alright, back to the video でね、よし、じゃあクリス、じゃあ僕実際に1週間で4キロ痩せるたことがあるんだよ。ちょっとピンチであることがあって、やべえちょっとスーツに入らないってなって、まあ、パッて、まあ、4キロから5キロぐらい1週間で痩せることができたんだよね。
で何をやったのっていうと、炭水化物をゼロにしたんですよ。で炭水化物をゼロにするとちょっと辛いんだけど、一応脂肪はパッて体重は落とせるんですよ。でも正直言ってメンタルとか体にすっごいハードなプレッシャーがかかるので、多分リバウンド率は 99.9% だと思うの。だから正直言って炭水化物ゼロっていうのは僕は個人的におすすめできないダイエットのやり方なんだよね。特にダイエットをやってるんだったら、生き方を変える、ケトジェニック体質で生きていくっていうんだったらすごいいいと思うんだけど、ダイエットには炭水化物ゼロっていうのはすごい難しいと思うんですよ。なのでこのダイエットでおすすめは、僕がオーガストさんから学んだ、食事食べるとき炭水化物を自分の拳一つのサイズに制限をするっていうやり方なんですよね。でもし楽だったら、じゃあこの拳一つだけを1日1回とか2回とかでもあんまり気にしなくていい、無理しない程度でこの拳一つにする。でもし拳以上を食べちゃったら、どんまいどんまい、次のじゃあランチでちょっと拳以上のラーメン食べちゃったってなったらどんまいで、その夜は拳を目指すとか、もしちょっとやる気があったら拳の半分にするとか、本当に無理して炭水化物をゼロにするっていうのはあんまりダイエットとしてはすごいハードだと思うのでおすすめできません。 All right。 なのでちょっとね、ここでクリツのなんかね、すごい楽なダイエット、ね、このスーパーダイエットフードトップ3っていうのを紹介できればと思います。 All right。 まず第1は、朝食のご飯を卵にするっていう習慣なんですよね。本当に卵って、まあ、すごい正直言って、まあ、僕は安いと個人的には思うんだよね。本当に200円300円で12個買えるんで、卵にもう本当にフライパンにバターバーンって置かれて、いいバターは体に OK だから、本当にバター食べても体は太らない、僕は思うのね。でバターとね、卵を3つとか4つ入れてプクプクスクランブルエッグとかにするとか、そういうと本当にマジ10分以内で朝食とか、中には5分でも作れる人もいると思うんだよね。だから朝卵3つ4つを食べるっていう、卵3つ食べたら悪いんじゃないの、4つ食べたら悪いんじゃないの、まあ正直言って悪いかもしれないんだけど、悪くないよって言ってる人もいっぱいいて、ごめんわからないんだけど、僕は大丈夫って思ってるんで、ちょっと個人的に、いや卵そんなに食べたくないなって言ったらごめんなさい、これは良くないかもしれないんだけど、一応オーガストさんとかいろんなことで勉強してると、卵は正直言ってすごいアンチエイジングのフードで体にいいって言って、卵が体に悪いっていうのはひょっとしたら嘘だったっていうようなこともあるんで、ごめんね、僕はフード科学者じゃないんで。でも卵を3つぐらい朝食べるっていうのはすごいいいと思う。で卵を毎日朝食べてると飽きるから、その時にトマトペーストを入れて、ちょっとトマト、ね、ペースト卵とか、あとオーブンを250度、オーブンある人だったらオーブンを丸ごとブロッコリーちょっと切って、オリーブオイルと塩かけたり、アスパラガスとかオニオン玉ねぎをちょっと切って、オーブンにオリーブオイルと塩をちょっと振って、250度で20分ぐらい焼くとめちゃくちゃうまい野菜が出てくるんだよね。だからその野菜と一緒に卵を食べるっていうのもいいと思います。 Alright、 スーパーダイエットフード2、これはパスタ、ね、麺の代わりにこんにゃくを入れるっていうことなんですよ。はい、こんにゃくって、まあ、こうやって形、塊になってるこんにゃくもあるんだけど、麺みたいに切られてるこんにゃくもあるんだよね。でこのこんにゃくを、例えばトマトスパゲッティとかめっちゃうまいじゃん、スパゲッティやる僕ね、スパゲッティの麺の代わりにこんにゃくを使うので、こんにゃくってめっちゃなんか魚のような、生魚みたいな臭いから、もう本当に2分ぐらい水にかけて、プラス僕の場合はフライパンにその水で洗ったこんにゃくをかけて、バター大さじ1杯でちょっと焼くのね。でそれにトマトソースとかいろんなスパゲッティソースをやって食べると、もうマジ食べ放題の麺みたいな感じで、相当腹減ってない限りはあんまりこんにゃく食べてるっていう感じはしないので、結構おすすめです。で3つ目なんだけど、これは今結構スーパーとか、まあ、コンビニでも売り始めてるんだけど、ナッツね、ナッツのパッケージでを買うんですよ。でまあ800円とか1000円ぐらいのナッツを買うと、パッケージに買うと、この1日分がちっちゃい袋で入ってるとか、まあ、またはでっかいナッツを買って、ちっちゃい自分のプラスチックのジップロックとかで常にナッツを食べ続けるっていう習慣なんだよね。でこれは意外と強いんですよ。どういうことかというと、この今多分正月太りになっている人たちは、多分正直言って正月の間結構の量の食事を食べてたと思うんだよ ね。なのでこの今お腹が大きくなってるんですよ。で
このダイエットとかが体がちっちゃい人っていうのはお腹自体がちょっとちっちゃくなってるのね。だからちょっと食べると満腹になるみたいなお腹になってると思うんだよ。でも今は正月太りになってる人は結構の量を食べないと満腹にならないっていう人が結構多いと思うんだよね。でここのテクニックっていうのは秘訣は腹減る前にピーナッツとかを食べるんですよ、ね、まあフルーツでもいいんだけど、ね、でそうするとこの例えばね、ランチ食べて夕方が7時とか8時だったらその間2時にちょっと食べたりまた4時にちょっと食べたりしてて常にお腹にちょっと食事を与えてるっていう習慣を身につけていくんだよね。でそうするとその夕方にうわー腹減ったあのマックの匂いがたまらないめっちゃ食べてーぜーっていうのがガチ減るんだよ。なのでこの本当にコンビニとか行ってパッケージがあってちっちゃい袋に入ってるっていうのを常に自分のカバンとかに持ち歩いてちょっとでもお腹空いてきたなっていうのをバクバク食べるっていうのがすごいいい方法だと思います。 Alright、 でちょっとね、ボーナス2つ追加したんですけれども、1つのボーナスはもし、まあ、20歳以上がお酒飲むんだっけ日本は、OK、お酒飲む人はビールを焼酎ジンまたはウォッカ、まあ、ウイスキーもいいんだけどそういうカロリーが低いお酒に変えてみるっていうのがかなりでっかいことだと思います。まあ、本当にねビールのって断るのが難しいんだったら最初のとりあえずビールいっぱいやってで次はサワーとかそういう感じに動かすクリアなリクエットがいいと思うんだけど、ビールっていうのはめちゃくちゃカロリーが実は入っているんでそのビールだけで太っちゃうっていうあの英語で言うとビールベリーっていうのが本当にあるんだよね。だからちょっとボーナスで大人の方はそのビールっていうのをちょっと、まあ、ジンとかウォッカとか焼酎に変えていく、ウイスキーのハイボールに変えていくっていうのをちょっと意識しているとすごいダイエットのスピードが上がってくると思います。 Alright、 でもう一つのボーナスなんだけど、朝起きたら7分か8分散歩するっていう習慣を週3日ぐらい、まあ4日でもいいんだけどやっていくっていうことなんだよね。でこの朝動くっていうことをやっていくと、まあ、有酸素運動なので脳にいっぱいオクシジンで空気吸ってるみたいな感じで脳が冷めるんですよ。でちょっと体を動かすと体のメタボリズムが移動するのでこの食べた消化のスピードが上がっていくんだよね。だからダイエットにものすごく効果がある。でもこのもう朝ジョギングとかやってない人、特に朝の運動をやってない人、中華1日運動をやってない人は、ね、コツは習慣のコツは、ね、8分以上運動しないっていうことを2週間頑張るっていうことなんだよね。よくあるタイプはダイエットでよしじゃあ運動やろうってなって、ね、朝、ね、ジョギング10分やりました、2日目ジョギング10分やりました、3日目超調子に乗って25分やりました、次の週ゼロ、その次の週ゼロってなっちゃうんだよ。これはちょっと自分の調子に乗ってハードル上げすぎてでそこまでまた次やらないといけないんだって無意識的に思っちゃうから、本当に習慣を長く続けていきたいんだったら本当に簡単なのをまずベースにして、簡単なのをロックダウンして、それが習慣になったら次にまたレベルを上げていくっていうやり方が僕のおすすめです。 Alright、 でね、いろいろ今日ねお話しさせていただきました、ね、正月太りっていうのは 90% の場合は本当に何もしなくても治ることです。でもせっかく今ちょっとボトムに来ていると、もうカンフォートゾーンのボトムに来ているのでちょっと意識をしてグワーって復活していきましょう。でここで最後のポイントなんだけど、このね、ナッツを買うこと、卵を買うこと、こんにゃくを買うことっていうのを今すぐこのビデオを止めて、またビデオが終わったら自分のスケジュールに入れてください。はい、そうなんですね、意外とこんにゃくを買うっていう、卵を買うとか、ね、例えば朝食は、ね、本当に朝パン、コンビニのパンを食べてるとか、そういう方は特にこれ今スケジュールに入れると、例えば明日の朝とか明日の夕方仕事帰る時に買っちゃうみたいなのをスケジュールでロックダウンすると、あ、もう結構無意識的にパッパッパッって習慣が始まるので、ぜひ今すぐこれを入れてみてください。Alright, you guys, thank you so much for checking out this video. 明けましておめでとうございます。 And I will see you next week at 7 p.m. いつも見てくれてありがとう。2019年もよろしくお願いします。I love you guys!